こう。あ、イリュウちゃん。おい！
おう。Let's do this!
ありがとう。お疲れ様です。おう。キリュウちゃんなら絶対に大スターになれるぜ。眼力もすごいけど、背中からもオーラを感じる。うん、そう思うだろ。お疲れ様です。はい、そうですね。どこのプロダクションにも入ってないなら、うちの映画会社の専属になったよ。みんなもそれがいいと思うだろ。よくないです。なんなんだよ、全員揃って。すまんな、俺も映画には興味がない。これで失礼させてもらう。はい、お勤めご苦労様。はい、いや、ご出演お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんなんだ一体。その女こっち渡せ。こっちは急いでんだよ。なんだお前。兄貴、目立つぜ。こんな場所ででけえ声出してるとな。それがどうした。お前に関係ねえだろうが。その女、こいつらに襲われてたのか。はい、こいつら無理やり拉致ろうとしたんだと言っているが。だからそれが何だってんだ。文句でもあんのか。おら、何やってんだ。
この胸のダイモン見てみろっつってんだ。あ？うん？うん？おい。ええ。おい。ほら、あら行くぞ。Oh, yeah.
兄貴。兄貴。お客さん、うん、うちはビジネスホテルじゃないんだよ。カプリ以外はお断り。どういうことだ。あんたたちどうせろくな商売してない人たちでしょう。うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ。要は目的がはっきりしてないとダメみたいっすね。ねえおばちゃん。はい。カップルじゃなきゃダメなんですよね。そうですよ。じゃあ私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょ。おい、普段はカッコつけてるけどたまにはイチャイチャしたいのよ。ああ、あんたたちそうだったの。はいはい、それならいいわよ。今この401しか空いてないから安い分狭いけど我慢してね。どうもっす。エレベーター奥にあるからごゆっくり。神田も確か4階でしたよね。ああ、でかい組織の親分なのに金ないんすかね。さあな、自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。タグ、いつまでやってんだお前。おい、つい、すいません、すいません。ここですね。ああ。遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。登場会四代目桐生一馬だ。何やと。これはこれは四代目、なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことがある。うわあ、敵や、敵が来たぜ。上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。せー、痛い目にして。落ち着いてる、トンガキ。Oh, my God.
だ。くそ、違う。Ah!
4代目がここに来たんじゃ。いきなり何しやがる。それはこっちのセルフじゃ。こんなとこまで勝ち込みかけやがって。こんだけ。お前とはゆっくり話すわけにはいかないようだな。ああ、仕方ねえ。力ずくで話聞かせてもらうぜ。消灯じゃ。俺とサシの勝負したこと後悔させたら。行くで4代目。
さあ、お前の知っていることを話してもらおうか。俺は何も知らん。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。じゃあ、わ頭弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。ほんまに知らんのじゃ。し、多分この絵階段は浜崎や。浜崎だと。し、あいつは密かにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちの島で暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴、そっちは大丈夫だったか。なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが。このボケが。こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純な奴が書けるようなもんじゃない。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い街なんすね。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。力也、自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいです。あの、そうっすね。ナイス。兄貴、待ってくださいよ。置いてかないで。お？兄貴。
兄貴。早いっす。天啓が来た。兄貴、いや、兄貴、兄貴、
兄貴。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 いらっしゃいませ。兄貴。兄貴。いらっしゃいませ。ありがとうございました。兄貴。
待ってくださいよ。